私が尋常小学校を卒業して東京へ出たのは昭和10年の春のことです。兄弟6人のうち上の4人は皆どこかへ奉公していたから、私も行くのが当然だと思っていました。農村の口減らしに娘が女郎屋へ売り飛ばされることもあった時代で、村で評判の可愛い娘のところへ芸者屋が買いに来ることもありましたが、私はちっとも別品ではなかったので、そういう話は来なかったし、親類のつてで行くところも決まっていました。おばあちゃん、いいよ、とってもいいよ。時々誤字があるけれども、それは俺が直してあげるから、この調子で書きなよ。お世辞言ったって小遣いなんかやらないよ。いや、本気だって。今度来る時までには10ページぐらい書くんだよ。どうせ暇なんだしさ。これ書き上げて出版したらベストセラーになるよ。おばあちゃん大金持ちだ。バカなことばかり言って。今夜何が食べたいの？残念だけど今夜はコンパがあるんだ。さっきの鍋後で取りに来るから。ああ、それから薬飲むの忘れちゃダメだって姉さん言ってたぞ。たけし、バイクの鍵。困ったことがあったら電話くれよ。電気関係とかガス関係とか。